皆さんおはようございます。2022年8月の21日、この後立憲民主党の佐賀県連の常任幹事会を開いてですね、記者会見を行って、そのまま飛行場、東京に戻ります。で、昨日ですね、花火を今年全く見てないんですよね。まあ、ずっとコロナで、できなかった。で、佐賀でももう花火復活してるんですけど、忙しくて行けなかった。で、せめてこの庭でですね、花火できないかと言って、子供にですね、花火しようって言ったらですね、断られました。忙しいと。まあ、そういう時代になったんだなって思いますね。なんていうかな、小さい頃、子供からですね、お父さん遊ぼうって言われて、残念ながら断ざるを得なかったことが何回も何回もありました。っていうか、いなかったです。今度は逆にですね、遊ぼうって言って、花火って一人でするもんじゃないですもんね。狭い庭で花火したら通報されたぜ。だってそんな打ち上げ花火とかじゃないでしょ。確かに打ち上げ花火とかやったらね、通報されるかもわかんないけど、線香花火とかで通報するってどうかと思いますよね。世知辛い時代ですね。そんなのね。お祭りもなんか通報して、どこのお祭りだったかな、阿波踊りだったかな、あれができなくなったなんて、もうそういうのね。やっぱり社会が縮むとそういうことになるんですよね。復活させんといかんですね。そうですか。それは、お気の毒でした。じゃあ、うちに来て、裏の田んぼむちゃくちゃ広いですから、むちゃくちゃ広いって言っても田んぼにしては狭いんですけど、花火、どうぞ。っていうか、もう今日からいないんで、まずは草刈りをせんという感じですね。いやー、花火を断られたっていうのは、まあでもね、いろんな料理を作ってくれたり、まあ子供ってのはありがたいですね。3人いてよかったなって思います。この子たちの中に亡くなった妻も、しっかり生きてるんだと思うとですね、いいですね。2回前の動画で、もうお見合いは結構ですと、写真持ってこないでくださいって言ったのに、未だ持ってきますね。もう本当に、だって断ったら気の毒なんでですね。で、しかも、なんていうかな、大変ですよ、国会議員の嫁さんは。よくよく考えた方がいいと思います。まあ誰の嫁さんだってそうかもわからんけども、そんな、なんていうかな、まあいいです。とにかく花火を断られたんで、去年からずっと、もうとかもう使えなくなってしまいますよね。花火もいつまでも使えるもんじゃないと思うんでですね、せっかく量販店で安かったんで買ってきたんですけどね。米津玄師さんの打ち上げ花火っていう歌が好きで、ダオコさんですね。本当になんとかな、いい曲をお作りになりますね。うちの子の曲もいろんなところで聴けるみたいなんですけど、触れると怒るんで、もう言いません。さて、枝野盾って、この合流前の立憲民主党ですね、枝野さんが希望の党の騒動の中で一人立って、一人じゃないですね、そうやって立憲を作ってきた、この精神というのはやっぱりとても大事だと思うんですね。
やはりそれは人間の尊厳、自由と人権っていうところにあったんだと思います。冷たいそのナショナリズム、ナショナリズムじゃないですね、グローバリズム、このグローバリズムとしっかり対峙すると。そしてもう一つ大事なのは、 A でも申し上げましたけども、緊縮増税のまあ本当に国民を衰退に向かわせるものとの決別なんですよね。で、私やっぱりこう枝野さんが辞めた後のこの今の立憲の、まあ、今回の選挙の総括を見てみても、あの私は原点を外れてしまうと、それはまた民主党が辿ったのと同じことになってしまうんだと思いますね。それはあの保守とか革新とかの古いあの枠組みで見ちゃダメなんですよ。だからなんとかな、野党の中のその疑似保守政党というか自民党の補完勢力みたいなものに立憲が落ちてしまえば、もうそれこそ終わりですよね。だからまあ今日常任幹事会で、次の統一地方選挙に向けた、足場固めをしっかりとやって支持をしてきます。で、まあその中でもちょっと様々な問題をですね解決しながら前に進んでいくと。で、長崎で犬塚忠さんの秘書さんだった池田さんが言ってくれた家族のような組織、私はそれをですねしっかりと前に進めていくことが大事だと思います。このセンターラインがそれを忘れて、なんとかな、もう共感性の欠如したロボットみたいなその官僚組織にまた落ち込んでしまえばですね、それはもうある意味今旧統一教会と自民党との問題がこういろんなことで出てますけども、こちら側もですねよほどこう原点というものを足場を固めながらそしてやっていかないと、この凋落は止まらないというふうに思います。そういう意味でも今日まあ東京に戻って、ゆうちゃん長野に明日ゆうちゃんのところ行ってですね、ゆうちゃんの前でまた誓っていきたいと思います。そうですね、私はまあ誰がいいとか誰が悪いとかじゃなくてですね、その原点について忠実であるべきだと思います。で、そこのところがこう右へ左にぶれると、大きなそれは自民党に代わることのできる全国組織を持っている政党ですから、そこがそれぞれで頑張ってる人たちが惑うんですよね。そんな選挙はやっぱり絶対やらしちゃいかんというふうに思います。頑張っていきましょう。じゃあ良い一日を。ごきげんよう。